大谷選手はドジャースの本拠地でブレーブスとの試合に2番 DH として出場し、土壇場で同点タイムリーを放ちました。 WBC メキシコ戦で見せたような雄たけびも上げました。前日は球団主催のチャリティに出席し、マミコ夫人をエスコートしました。また自身初のコンサートが4度のグラミー賞受賞歴を持つエド・シーランのものとなりました。ブレーブスの先発投手は防御率 3.60 で通算132勝のモートン投手でした。1点ビハインドの1回1死で走者なしの状況から、大谷選手は第1打席でフルカウントからの7球目155km のフォーシームを打ってファーストゴロを打ちました。3回1死で走者なしの状況からの第2打席でも、大谷選手はフルカウントから低めの 152km のフォーシームを見極め、四球を選びました。これにより、今シーズン6個目の盗塁を決めました。昨季オフから盗塁への取り組みを続けています。走塁革命により、盗塁成功率 100% を維持し、その後、スミスが左中間へのタイムリーを放ち、生還しました。これにより、ドジャースは同点に追いつきました。そして、4回にテオスカー・ヘルナンデス選手のホームランで勝ち越しに成功し、1点リードで5回を迎えました。5回1死で、走者なしの状況からの第3打席では、カウントが1ボール2ストライクで、外角高めのフォーシームに空振りしました。1点リードで試合を進めていましたが、8回に昨シーズンの MVP であるアクーニャ・ジュニアにホームランを浴び、同点に追いつかれました。8回1死で、走者なしの状況からの第4打席では、ブレーブスの防御率 2.57 のミンター投手が投げ、カウントが3ボール1ストライクで、外角のフォーシームを見極め、四球を選びました。西後に牽制球に飛び出してしまいましたが、今シーズン7盗塁目を記録しました。4番のスミスは、申告敬遠で西の状況で、1、2塁というチャンスを広げましたが、マンシーが空振り、三振に倒れ得点はなりませんでした。1点ビハインドで迎えた10回、1死2塁の場面で、ブレーブスは、元同僚の抑え右腕、イグレシアスが外角低めの、チェンジアップをうまく打ち返し、センター前ヒットで同点となりました。この一打の直後、塁上で大谷選手が WBC メキシコ戦で、見せたような雄たけびを上げ、チームを鼓舞しました。この雄たけびの後、SNS では同点タイムリーがトレンド入りし、試合を見ていたファンは大谷選手の同点タイムリー後のリアクションが WBC を思い出し、打点を上げてくれたことに感動しました。今日は神田にで良かったという声もあり、こういう意味のある場面で活躍する大谷選手の姿に、多くの人が盛り上がっていました。しかし、後続が続かず、この回は1点で止まり、さよならの合図はまだなりませんでした。延長11回表を無得点でしのいだドジャースは、その裏に、1-1、3塁という絶好のチャンスを作りました。そして、最後はルーキーのバエス選手が、さよならのタイムリーヒットを放ちました。強豪ブレーブスとの3連戦の初戦で、ドジャースは劇的な勝利を収めました。この日の大谷選手は、貴重な同点タイムリーを含む、3打数1安打1打点1四球2盗塁の大活躍を見せ、打率336、OPS は 1.017、7盗塁と高い成績を記録しました。日本人選手として初めてトリプルスリー、40-40 も狙える位置にいます。劇的な勝利に沸いたドジャースファンのボルテージは最高潮に達し、デーブ・ロバーツ監督は試合後、大谷選手の姿勢を称賛しました。翔平は同点打となる大きなヒットを打ち、感情をろわにしていた。ドジャース対ブレーブスの大舞台で、ひるまない彼の姿勢にみんなが戦った。私はそんなファイトが好きで、チームを鼓舞する素晴らしいものだと述べました。地元ネットラジオ局ザ・リンクラインは、大谷翔平がこれほど興奮しているのを見たことがないと述べ、
彼のロサンゼルスドジャースへの愛情に驚きました。彼が勝利に導いた雄たけびに感銘を受けました。また、地元放送局スポーツネットロサンゼルスも、試合後の番組で解説のエイドリアン・ゴンザレス氏が、翔平はチェンジアップを捉え、ちょうど良い場所に持っていきました。得点圏で大きな一打でしたと述べました。さらに、解説のジェリー・アストン・ジュニア氏も、重要な場面でした。盗塁についても、試合後の番組内で話がありました。スピードを駆使し、すべてが揃っている選手です。極めて素晴らしい仕事でしたとコメントしました。大谷選手は、タイムリーヒットだけでなく、スピードでも存在感を発揮し、絶賛されました。一方、対戦相手であるブレイブスの地元メディア、デートン・ヘッドリーは、白旗を掲げるしかなかったと報じられました。守護のイグレシアス投手から打たれたあの球ならば、98% の打者は、三振か弱いゴロになるでしょう。しかし、大谷は、その球を力強く打ち、優れたバッティングスキルを見せました。彼の進化したバットコントロールについて絶賛されています。本日の勝利に貢献した大谷選手の裏側を、チームメイトが明かしています。チームの中で、一番のお調子者と言われる、彼に関する証言があります。昨季オフにドジャースに移籍した大谷選手は、惜しくも4月の月間 MVP はベッツに譲りましたが、過去最高のスタートを切りました。同僚たちは彼のキャラクターに親しみを持っているようです。カリフォルニア州の地元ラジオ局 AM570LA スポーツに出演したドジャースの人気者、キケ・ヘルナンデス選手は、大谷選手について、彼は会話の多くを理解し、日に日に英語力が上達している。当然、話すこともうまくなっていると指摘しています。水原容疑者の件が発生した中でも、大谷選手が成績を残していることについては、彼がまさにプロフェッショナルであったと振り返ります。水原容疑者の騒動が明るみに出て以来、大谷選手と同僚たちの関係に変化が見られます。その日以来、私たちは彼、大谷選手をサポートし、どんなことがあっても彼の味方であることを示す行動をとっています。これが彼に伝わっているかどうかはわかりませんが、そのことで彼は、なんというか心を開いているようです。直面した困難が、大谷選手と同僚との絆を深めるきっかけになったようです。その後、キケ・ヘルナンデス選手によると、彼は、たくさんの個性を見せてくれるようになりました。一緒にいてとても楽しいし、実は、お調子者でとても面白いやつなんだよ、と。一方、大谷選手はキケ選手のように、お調子者で面白いと称され、彼は、本当にお調子者で面白いと、キケ選手が明かしています。開幕直後は、水原容疑者の件で、関係者や多くのファンがショックを受けましたが、そんな困難さえも大谷選手は乗り越え、チームとの絆を深めてきました。大谷選手自身は、メンタルが強いわけではないと言っていますが、こんなにも強い人は受け売だと思いますね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。